アヒルって鳥なのに飛べないよね。でも昔から飛べなかったのかな。実はアヒルってマガモを人間が飼育するようになって、人間に都合のいいように改良されちゃったみたい。人が肉をたくさん食べれるように、体は大きく重く、羽は小さくね。ひどいよね。それでマガモは飛べるけど、アヒルは飛べないんだ。 PS、 ニワトリも祖先の赤色夜景は飛べるけど、人間に飼育されるようになって飛べなくなっちゃったんだ。今日も見てくれてありがとう。また明日もよろしくね。バイバーイ。